5秒前、4、3、2、1。さあ、放送後のトークバトル、ZIP プラス 3! 今日は気象予報士の小林さんと、私、木島明日香でお届けします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか金曜日って、ちょっと嬉しいですよね。ね、嬉しいね。我々。あっという間に終わっちゃうけど、やっぱり金曜日になるとね、嬉しいですね。そうですね。やりがいをちょっと感じますよね。さあ、こちらのコーナーは視聴者の皆さんからいただいた質問に答えていこうということで、はい、こちらのカードから小林さんに選んでいただきたいと思います。出ましたね。はい、はい、もうじゃあちょっとね、いくつかピックアップしたんですけど、はい、小林さんに選んでいただきましょうかね、うん、はい。じゃあ一番、じゃあ明日香ちゃんから見て左、これですね。 OK、 はい、はいはい、できれば隠しておきたかったちょっと恥ずかしい話。なんだろう。ああ、はいはい、はい、あります。なんかありますか。いや、ちょっと溜めます、どうぞ。僕はこの前アスカちゃんにちょっと話したかもしれないんですけど、はい、実はあの顎怪我したんですよね、昔僕。ああ、言ってましたね。はい、はい、あの、はい、小学生の時なんですけど、はい、あの夏休みですよ、スーパーに行って、はい、であのお肉のコーナーに行ったんですね。で、今日やった焼肉だってめちゃくちゃ喜んでて、はい、でお肉のコーナーって夏とはいえちょっと寒いじゃないですか。そうですね。なのでこう袖の中にこう腕をしまって、はい、みたいな感じでくるくる回ってたんですよ、はい、そしたら、はい、案の定転んでしまいまして、はい、もう手は中にしまってるからつけなくて、顎からドーン。やりたい、痛い。もうあの顎パカって開いちゃってたらしくて、はいはい、それで血だらけじゃないですか、血の海ですよ、もう周り、はい、もう大変だってなって、あのお肉とかをスーパーで運んでくるやつあるじゃないですか、台車、はいはい、あれで病院に担ぎ込まれるっていう。なかなかいいですからね。そう、でその日に3針塗って。3針も塗ったんですか。そう、口開かないんですよ、痛くて。うーん、その日からもうお肉食べるどころか、もうゼリー状のものの生活がもう1ヶ月2ヶ月ぐらい続くっていう。大変。そう、恥ずかしくてもうそのスーパー行けないですよ、もう。いや、間違いない、そうですよね。できれば隠したかったけど時効なんで。そういう強烈なエピソードないからな。いや、あるでしょ。なんですかね、私は。そうですね、なんか、なんだろうな、ちょっと待って、強烈すぎて今忘れちゃった。恥ずかしいとか、なんだろうな。でも私、あの我々って夜中に家を出るじゃないですか。はい。でも朝こうまだボケな感じで外に出るのはあったんですけど、まあ、暗いのもあって、私結構カラー張りで靴を買うことが結構あったりするんですよ。まあ、同じ型で違う色みたいな、たまに買ったりするんですけど、はい、この間右と左違う色で出て、で夜中は気づかないんですよ。まあ、そのタクシーで行くのも夜中暗いじゃないですか。全然気づかなくて、で局に着いてスタッフさんに、それはなんかわざと違う色なのみたいな感じで言われて、えって思ってそこで気づいたっていうエピソードがありました。それ型が一緒だけど色が違うのね。あ、そう、そう、全然気づかなくて、そう。結構服とかもオンエアが終わって私服に着替えてから、あれこんな服だったっけみたいなとかありません？いや、あるかも。でもその靴の方は、はい、僕が入ってきたらそれはなんかおかしくなるけど、はい、アスカちゃん入ったらそういうもんなのかなって思っちゃいますけどね。おしゃれなのかなとか。いや、めちゃめちゃ恥ずかしかったです。服を後ろ前に着てたり、裏返しに着てても、アスカちゃん着てたらそういうものなのかなって思ってた。そうですか。そういえば、オンエアでも衣装を裏表逆に着てった時ありました。
それじゃあ裏ボ表タン。じゃない、後ろ前か、後ろ前逆に来てたことはありました。それでも気づかないぐらい自然だったってこと？いやなんかでもしれっと私衣装にいつもインスタに衣装を載せるんですけど、しれっと戻して撮りました。もう通さないんかいそこっていう感じなんですけど、はい。でもなんかじゃそあれもう間違えちゃっ一た問時っぐらい。て、はい。もう一問いきましょう。あ、もう一問いきますか。じゃあ。はい。じゃあせっかくだから真ん中。真ん中、はい。ドドン。おお。どうぞ。今年の漢字。はい。もう私、決まってるんですね、結時間。構取材でこれ聞かれたんで、答えたんですけど、私は進むっていう字ですね。お、進む。はい。その心は。今年はなんかすごい、こう、自分のね、好きなこと、ゲームとかもそうですけど、猫とかもそうなんですけど、なんか、新しい、こう、なんか分野の、こう、お仕事もそうなんですけど、自分の趣味としても、すごいなんかこう、一新した年だったんで、それもあって進むですかね。ああ、なるほどね。その、またこう、一歩先へこう進んもう一だ。歩先へと進んだ感じですね。趣味もそうですけど、仕事もそうですけど、はい。小林さんはどうですか？そうですね。僕も似てるんだけど、変っていう字ですかね。まさに。まあ、今笑ったのはそういう意味の変だと思うんですけど、今年、もう1月から、その、まあ、はい。あ。は天気と関係ないバラエティにいっぱい。いありがたいことに出させてもらって、で、一つの変っていうのが、まあその、アスカちゃんが今笑ったように、変人みたいなところをピックアップされたというか、フューチャーされたというか、ところと、あとはもう変わった仕事ですよね。気象予報士じゃなかなか経験できない、してもらって、そう、自分の仕事にも変化が出てきたっていう。変かな。いいですね。変化。そっかそうそっそか。私はもう変って言われて真っ先に変人の変が出てきたんですけど。うちの手が変ってやったら、まあ変わったとか変化っていう感じですよね。ね。そうそう。まあ、いろんな意味で変があったかなっていうところかな。なんか本当に、まあ、我々、ZIP に出るようになって、やっぱいろんなね、なんかこう幅がすごい広がりましたよね。そうですよね。今までなかなか経験できないようなこともね、やらせてもらってますよね。いや、本当ですよね。なんか始球式、私出させていただいたんですけど、絶対ないですもんね、普通に生きてて。まず球場に立つってことがないですよ確かね。に。いや、なんか、素晴らしいね、経験をいろいろさせていただいております。はい。今年もう終わりますけれども、来年もね、そうまですたね。進む年になるといいですはい。ね。そうですね。頑張りましょう。ZIP のお天気コーナーもね、どんどん良くしていけたらなと思います。はい。というわけで、じゃあお時間になりましたので終わります。はい、ありがとうございました。はありがとうございました。い、皆さんも良い週末をお過ごしください。以上、10分プラス2でした。びっくりした。すいません。